これは。事件の匂いがする。やられたっつってんだろ。事件だよ。切られたよこいつ。ああ死世界超え。今の、おいおい、人聞きの悪いことを言うな。わしがお前を先人の谷に突き落としたのも、夜のジャングルへ放り込んだのも、風船にくくりつけて空へ飛ばしたのも、すべて貴様を強い男にするためじゃ。今ルフィの底知れねえ生命力の根源を見た気がした。何よりわしは二人の付き添いで来ただけなんでな。そいつらとはまあゆっくり話せ。わしは帰る。あ、じゃあな。帰すぎるわ。おしめえバカ者、久しぶりのじいちゃんだぞ。どうしろってんだよ。俺は殴られただけじゃねえか。それでもわしは孫に愛されたいんじゃ。あの身勝手さ、すごく血のつながりを感じる。うん。一番グローブへ行くぞ。とにかく乗れ。ちょっと待って、この森ってまたか。あんた何やってんすか。てめえ、いつかぶった切る。悪いだろ。しろ、36ポンド。殺す気だ。ちゃんと警告しただろうが。聞こえんわ。ごちそうさまでした。へえ、昔思い出すな。子供の頃じいちゃんに投げ込まれたジャングル。思い出したくねえ。メロメロメロ。ノロノロ。ノロノロビームか。やべえ。ドロくなる。ドロく。わらわの弱みの姿を見ても何ら心が動じておらぬのか。カイオルならよく食ってるけどこれは特別だな。本当に伸びた。柔らかくてゴムみたい。はい、もう終わりよ。もう一回。やめよ、キリがないじゃない。いやー、このカイオルうめえ。食いづれえな。おい、なんだ。その体ついたり伸ばしたりってめら。仕方ないじゃない。あなたもう明日出航でしょ。記念に一度男に触りたいって子たちに。ほら、早く触りたい。大人気ルフィちゃん。ルフィ様、お前何勝手に商売してんだよ。うわうわー、なんだこりゃ。悲しい。てめえ何してくれたんだか。離れろ。うん、どなってすいません。わかりゃいいんだ。ギャムギャムニャー。うん、赤間ピストル、赤間ガトリング、赤間の大釜。どっちが本物の麦ちゃんかしら。どう、見分けがつかないでしょ。ボンちゃん、囚人服。ん、てめえ。態度でかくてすいません。ふざけんな。ご主人様と呼ぶか。頭が高くてほんとすいません。
いい加減にしろてめえ。こんなとこでぐずぐずしてらんねえんだ。早く戻らねえと。出口はこっちだぞ。そうか。私は何を教えてんだよ。てかどこ行ってんだろ。普通間違わねえだろてめえ。